秋山古墳群は埼玉県本庄市にある古墳群。現在、前方公園墳2基を含む43基の古墳が現存し、墳球を失った古墳跡を含めると100基近い古墳があったと推定されている。古墳の分布は秋山地区の塚原、塚間、宿田母に多く所在する。1965年3月1日付で児玉町指定史跡に指定された。 残存具十六メートルの円粉で、粉球には、吹き石が確認され、歯庭片が採取されている。九百八十七年に、小玉町市編纂事業の一環として、発掘調査が行われ、直径三十四メートル、外径七十四メートルで二重の周行を巡らせていることが確認された。主体部は、全長七点七四メートルの弱い銅針のある、横穴式石室で、 南南西方向に開口している。1958年の調査では、原質からバグ、武器、装信具など120点余りの副葬品が発掘された。6世紀後半に築造され、7世紀前半までに3回の追葬が行われたと見られている。原質出土品は1988年1月1日付で、市の指定候補資料に指定された。 死死定文化財、秋山古墳群本城市、塩野広市、埼玉の古墳小玉155から168ページ先玉、出版会2004年、ありがとうございます。